それではウルハルシアさん、お題は梅雨となっております。カエルさん、あなたはどこに帰るのか言え。最後何これ、カエルの会、会、家は、カエルの会行ってごらんっていう意味の家ってこと。あの、カエルの会家っていうのと、家、カエル家をかけました。あー、なるほど。カエル家をかけました。あー、なるほど。どこに帰るのか、住所を特定しようとしてるってことですか。こんなに俳句で圧を感じたの初めてだな、これ。おしゃれやれよ、カエルくらい。やはり、はい、あのルシアらしさ、圧というか、はいはい、もう決して逃がさんぞという、カエルでさえも決して逃がさんという、なんか強い意志みたいなものが感じられて。そう、これは褒められてるんですか。あ、顔かわいい、顔かわいい。それでは白上ふぶきさんの俳句です。アジサイにカタツムリと僕の傘。あ、これは、これは清楚。清楚。これなんかこうイメージしてほしいのが、このまあ梅雨で雨降ってて、あのアジサイにこのあの梅雨の雨粒とカタツムリ乗ってて、でそこにこうなんかカタツムリさーみたいな感じでこう傘差してあげてる感。ああ、はい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 。そう、そういう少年を、それショタをちょっと思い浮かべていただけたら。ああ、なるほど。そうなんです、そうそうそう。僕というのは白上吹雪視点ではなくてショタ視点ということですか。あ、そうですね、そのショタを見てる私視点ですね、これ。まあ、趣味に関してはポロリと言わなければ普通の俳句でしたね。ショタ傘を差して、はい、あのカタツムリにこうそっと傘を差している、はい、ショタをあの傘を差さずにずぶ濡れでやべえ顔で見つめているキツネがちょっと浮かびましたね。見えちゃったか。星町水星さんの作品です。泣いている空の機嫌が悪い日だ。あのもう一個あったんですよ、うんうん、本当は。はいはい、あの雨の音ポチャポチャザーザーピシャピシャーンっていう。それはえ、そっちの方面が好きなんだけど。リオちゃんに、いや、こっちの方がいいんじゃないかなって言われてこっちになりましたね。いや、違うです。あの、聞いてください。あの、聞いてください、皆さん。聞いてもらってはいいですか、ちょっと。はい。なぜそっちの方がいいかと思ったかというと、はい、その水星さんのね、雨の音、ぽちゃぽちゃ、ザーザー、ピシャピシャーン、かっこ、ここで怪獣登場って書いてあるんですよ。あ、そこいらないいらないそれでは、さくらみこさんの作品です。あ、雨が降る。あ、もう一回行きますか？もう一回行きますか？雨が降る。あの子のワイシャツ、透けたんだ。詩人というものはね、身近なね、自分のね、性癖だとかね、はい、まあ、感情だとかを乗せるものなんですよ、この元々ね、昔からね。自然に？なるほど、うん、そうですよ。どうですか。どうですかね。雨の中ちょっとね、あの透けちゃってること、あとジジイが2人立ってね、あの子のお箸透けちゃって。待って2人いるんだ。知らない2人いるんだけど、猫の中で知らないおっさん2人増えてんだけど。おっさん増えてますね。狼美代さんの俳句、梅雨の俳句まいります。降りやまぬ雨がジャバジャバシャワー気分。これあれだね、ミコが見た光景かもしれないね。これてんでね、一個前で報告してほしいね。そうだね、これね、ミコ字が、うん、なるほど、セットだしな。あ、ミコちゃんの俳句とセットの俳句だったということかな。そうですね、やっぱこの俳句を見まして、あの降り止まぬ雨がジャバジャバシャワー気分、うん、あの子のワイシャツ透けてんだと、やっぱ言いたくなっちゃうんですね。りょう、はい、あ、素晴らしい。あ、セットでりょうってことですか。待って、猫のはさ違かったじゃん。
りょうじゃなかったやん。ミコ先輩の句が非常に不完成に見えてきたので、あの、はい、ミコ先輩のりょうを外しましても、ちょっと待って、ちょっと待って、ね、ちょっと待って、先輩にりょうということで、やったー、ありがとうございます。おかしい、その理論ちょっとおかしくないですかね。ちょっとなんか、ね、ミコ先輩、あの、やっぱり、あの、ちょっと中途半端な句だったなって今気づかされましたね、あの、ココさんのおかげで目が覚めました。これ、してやられたね、これ。天音かなたさんの俳句です。オタク部屋、梅雨関係なく湿度高。こちらはやっぱ素晴らしかったですよ。この曇ったね、部屋の、うん、ジメジメした部屋の中に、うん、ね、あ、いるオタク、うん、そしてその外には、はい、あのびしょびしょに濡れている女子をあの見つめてひそひそしてるジジイ。そうですね、ショタを見つめているびしょびしょのキツネもいますしね。そうそう、ショタ見つめてるキツネもポツンってその辺でもう怖いので見つめてるんで、はい、雨降って喜んでる犬もいますしね。犬もいますしね。ちょ、カエルに圧かけてる人もいますし。まだ早い、入るとみんなプールプル。プールプルとプールをかけてます。説明しなくて大丈夫ですよ。きついの木でお願いします。今日の船長はどうですか。木ですね。あ、あやめちゃんは、あ、こちら木で。それではかなたさんの作品です。ちょっと待て、マリンの水着が若すぎる。なんでそんなひどいこと言うの。うん、なんでこれはユニークやで。マリン船長いかがですか。え、なんか、あの、あれ、水着若いのかな、船長って。若いか。ガチで傷ついてんじゃねえか。船長は、年相応の服を着ろ。誰そんなこと言うの。では、ウルハールシアさんの作品です。たまにいる、唇真っ青、大丈夫か。これ実はルシアがたまになってたんですね、小学生の頃とか。あ、ルシアって大丈夫って言われて、って言って鏡に行ったら、やばい、お化けに出てくる人物が映っとると思って。はいはい。それでは、白神吹雪さんの作品です。流れてく、プールでドンブラ、心地よき。ドンブラ流れてるのが多分ショタで、え、こう流れてるのを見てる。おー、ショタ流れてるみたいな。そういうことですよね。あ、解釈はまあ人それぞれだとは。あ、なるほど。それは誰してんの俳句なんですかね。いや、どれしてんですか。いや、もう私が見たまんまのあれですかね。いや、じゃあ自分が流れてるわけじゃない。いや、私も流れたいですね。いや、もう、一緒に流れてるかもしれない。どういうことなの。何言ってんだ。あ、いや、まあ、いや、まあ、ロリとかショとかね、あの、ワイワイしてる流れるプールで、流れてくのも見るのもいいし、一緒に流れて、心地よきってなるのがいいですか。どういうこと。何のこと言わせるじゃん。あ、あ、ね、それだよ。その気持ちを俳句に入れるんだよ。みこじ。ウルハルシアさんの作品です。暑い日に少しほっとくと哀れな君の姿。ちなみにあの審査員の方にお伝えしておきますと、俳句の五七五で、まあ、多少の字余りは許されるという形ですが、こちらの俳句五十十となっております。こちらもね、あの、自分の伝える言葉を伝えますためには、はい、ルールもぶっ壊す。この気持ち、非常に素晴らしい。気でお願いします。じゃあ、お次ですが、そうですね。白神吹雪さん行きましょうか。まず、梅雨で出会い、男の子と出会い、はい、そしてプールで仲良くなり、そしてアイスクリームです。うわーって、うわーって。おい、うわってなんだよ。すいません。いちごかな、それともチョコか、いや、バーニラ。選んであげてんだよ。
そう、迷ってるんだよね。そうでね、そう、イチゴかなっつって、うーんって、どこかなっつって、あ、じゃあバニラかみたいな、そういうあれで。なるほど。はい、もう以上です。これは以上です。これが私だ。そうですね、ふぶちゃん、やめてください。あの、ショタにはね、手を出しちゃいけないんで。出してないよ。おやつがあいつをおごってあげるだけだから。やあいつ、ちょっとあいつ、あ、なんか勘違いしてますね。あなた解放の仕方を間違えてます。間違えてますか。これは木ですね。木でしたね。なるほど。そんな。じゃあお次は、ココ会長。これやっぱ説明聞いちゃうとちょっと気持ち悪いので木で。それでは天音かなたさんの作品です。ぼっち食べ雪見大福一余り。なるほど。一個食べてもう一個残しておいて冷凍庫に入れるんだけど、うん、もう一人いたら半分ずつできたのになっていう。そう、 そうなんです。そうですね。いや、なんかもう聞いた瞬間のなんか悲壮感がすごくてですね、はい、なんでこんな悲しい話を聞かなきゃいけないのかっていう。うん、ちなみにもう一個の方ちょっと寄ってみます。一瞬で本当に。あ、じゃあ、あの、もう一個の方も読んでいただきたいと思います。あいあい傘溶けるはアイスと恋心。こっちの方が今好きなんだけど。これ雰囲気、あ、違うなと思ったんですよ。ちょっと2つ用意してどっちなのかなって。すごいな、さっきのクゾのなんか温度差すごいギャップ。いやー、急にディアスになるじゃん。いやいやいや。ではココちゃん、誰を廃校にしたいですか。メオパイちゃん。やったー。はい、マリンちゃん。船長はルシアをします。あ、ルシアちゃん、うん、そしてじゃあ、あやめちゃんは。難しいところだけ言う。もうルシアちゃんかな。おということ